ブックサービス株式会社は、かつて、東京都千代田区神田神保町に本社を置いていた、主に電子商取引による書籍販売を行う企業。本校では、同社が運営していた EC サイト、ブックサービスについても説明する。ブックサービス株式会社は1986年に、ヤマト運輸と出版取立にの栗りた出版販売が出資して、設立された。 株式持ち分比率は、大和側が80%、栗田側が20%であった。1987年5月には電話、ファックスはがきによる注文を受けて、書籍通販と宅配を行うサービスとしての、ブックサービスを開始した。1996年5月には、インターネット販売を開始した。2005年10月には2期連続の赤字決算などを、 理由に、伊丹正社長が退任した2006年3月1日には、本社を文京区本郷1丁目の本郷 TK ビルから、足立区新田にある大和海王子ビルに移転した。2007年4月、栗田出版販売は、大和ホールディングスから、ブックサービスの発行済み株式の70%を取得し、株式持ち分比率は栗田側が90%、 ヤマト側が10%となった。その際、ヤマトホールディングスが筆頭株主で亡くなったことで黒猫ロモの使用を取りやめた。2007年7月20日には本社を栗田出版販売本社内に移転した。2012年3月には栗田出版販売本社移転に伴い、千代田区神田神保町に移転した。2015年4月に楽天が同社を買収し、 楽天グループ入りした。2016年9月にブックサービスが楽天ブックスに統合された。電話、ファックス、はがき注文受付窓口はブックサービスの名称のままとなった。2019年12月1日に楽天に吸収合併され解散。現在はウェブサイトが中心である。しかしその他に、ハガキファックス及び電話で、 コミュニケーターへの伝えるなど柔軟な方法を取ることができる。また一部のアフィリエートサイト経由の注文では、当該サイトのポイントが付加される場合もある。旧ヤマト運輸参加だった時代は、宅急便センターの店頭やヤマト運輸のドライバーに注文を依頼することが可能であった。現在のサイトの特徴として、発売前等一部の検索で出てこない商品については、 手入力することにより注文できるケースがある。その際には、商品名、出版社、作者、数量をできるだけ正確に入力する必要がある。特に書籍は、単行本、文庫本、ムックなどの観光形態、CD、DVD なら初回版、通常版の指定を含む。手入力のフォームには、ISBN や CD の品番等の記載欄がない。ため、 記載欄が設けられている、はがきの申し込み用紙やファックス用申し込み用紙を用いて、より詳細な情報を付加して注文した場合が正確と言える。が、決済システムを除けば、インターネットとの注文履歴と連動していないため、ウェブでの登録ページ上にはがき、ファックス注文の痕跡が残らない形となる。支払いについて、以前は、 振込用紙による支払いもできたが、現在は、代金引き換え、カード払いのみである。また送料も完全無料ではなく、1回に1 5 0 0円以上購入することが条件となった。サイトからの注文にしろ、手入力によるものにしろ、ブックサービス側で調査、取りやり不能だった場合は、キャンセル扱いになる場合がある。その理由として、出版社がリタとの販路がない場合や、 予約が殺到して売り切れている状態になる。もともと商品が絶版、廃盤になって流通していないことが挙げられる。出資構成の変更などがあったことから取引販路の一部が変わった。そのため注文から到着までの時間が一部短縮されている。しかし一部の商品を除き注文を受けてから原則出版社、レーベル等に注文するため、 到着までに時間がかかる場合がある。そのため、とりわけ発売前の書籍等を予約する場合、発売日から数日ほど遅れて発送がかかるため、その時間を見込む必要がある。しかし発売前の予約商品については、常日の手入力でなければ注文できない商品を除き、商品情報が明らかになってから注文するか、他社の利用と比較検討した場合が良い場合がある。 ありがとうございます。